自宅に大切に保管されている懐中時計。母親も言うとったわいね。どんな気持ちになって時計置いてたんかなって言って。関本真希子さんが4歳の時に亡くなった父親の遺品は、78年経った今も時を刻み続けています。能登町宇出で1945年6月15日に起きた防空壕落盤事故の現場は、関本さんの自宅近くにあります。亡くなった12人の名前が記された地蔵です。関本音吉って書いてあります。音吉さん。はい。お父さん、父親、男の人3人だけ、あと全部女の人。関本さんが8人兄弟の末っ子として生まれた時、父音吉さんは満州にいました。満州におる時に私が生まれたので、マキコテが満州の満に喜ぶ書いてマキコテ呼ぶんです。満州から帰ってきた音吉さんとようやく会うことができたのもつかの間、その半年後に事故が起きました。記憶に残っている父親は事故当日の姿だけ。これ。ここが防空壕やったんですか。そう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 。柔らかいやろ。ここ波打っとる。波打っとる。波打っとるやろ。地盤が柔らかいじゃん。防空壕があった場所を覆うアスファルトは波打っています。事故があった日、音吉さんはあらかじめ現場を下見し、その危険性を訴えていました。しかし海軍の船の機関士だった音吉さんの忠告は聞き入れてもらえませんでした。あんたに何分かる、船のとってて言って、うん、何ともないって言われたら、兵隊に行くみたいな格好してかかって、コップいっぱいの乗ってかかって出て行った、あの畑はどこに行っても忘れに行った。防空壕を掘るため現場に向かった音吉さんはそのまま帰らぬ人となりました。関本さんの脳裏にはその最後の姿が焼き付いています。先に入った先に順番に入って一番最後やってね、真っ暗になって岩みたいやったので、わからない、泥だらけやもの。ここ亡くなった12人の中には、作業に使っていたツルハシが胸に刺さったままの状態で見つかった人もいたそうです。ここの下に命を解いたになって思ったら、早もう胸いっぱいになるのです。毎年今年こそはなかんとと思ってんやけど、おやや、なんでこんなとこ掘ったんだ、なんでおらのがおらだけこんなにならんならんやったらと思って、どうやって誰が伝えていくのかなと思って、このままポツンと忘れられるのかなと思う、そんな時もふっと思います。戦時中の悲惨な記憶を後世にどのように残していけばよいのでしょうか。ありがとうございます。今月4日、関本さんが訪れたのは宇出小学校。毎年夏休みの登校日に合わせ、戦争について考える平和集会を開いています。校長室に招かれた関本さん、オンライン形式で子どもたちに語りかけます。私は朝食べたおかずも忘れるくらいの82歳になったんです。でもあの時の光景だけは忘れることがどうしてもできません。家に帰ってきて母に言うてきたけどダメやったわいえって言うて、コップ一杯のお酒を飲んで出かけたのが父を見た最後の姿です。話し終えた関本さん、
残された母と二人で過ごした日々がよみがえります。二人でうちにおるとき、歯がいしな、悔しい、歯がいしなってばっかり言うとったですよ。なんて言うこと聞いてくれちゃったけど、歯がいしなってばっかり言うたが耳から離れないんです。二度と会ってはならないと思います。みんなが幸せに暮らせて、当たりこれが当たり前だって思えるのが平和だなって後からは思いました。関本さんは6年生の教室を訪れました。自分の周りは平和だと思います。そう思う人はグー、そう思わない人は分かりやすい。じゃあちょっと子供たちの意見は分かれます。なんで平和だと思う？毎日ゲームできる。最近はウクライナとかロシアとかの、戦争、領土戦争があったりとかしたから、まだもうちょっとは平和になりそうにないし。この平和集会で6年生は違いを認め合うことと相手の気持ちを考えることをクラスの目標に掲げました。あ、この人たちはこれからは平和を守っていける人たちだなと思って、私は今安心しております。世界中平和になりますように、皆さんの力を合わせてくださいね。お願いします。終わります。ありがとうございました。事故のあった6月15日には毎年児童たちが慰霊碑に足を運び千羽鶴を届けています。こんだけぬかるんでいたんじゃいつ天井が落ちてもおかしくない。外では雷も鳴っているみたいだ。相当強い雨が降っているみたいだよ。またこれまでに演劇で事故の様子を再現し記録としても残しました。関本さんの語り部としての活動が当時を知らない教師や子どもたちの心を揺り動かしました。戦時中の悲惨な落盤事故から78年、関本さんが今一番伝えたいこととは。あら、今日も一日過ごさせてもらった。人とお話できた、食べることもできた、なんと幸せやらって今思う。でテレビ見たらどういうニュースが入ってくるかね。親子の人らちゃと思いにこんな一人だな、心の中本当に平和にならんがかなと思うみがいね。あとグーかパーかどっちかチョキかわからんがなってきてる。私もあれ、あれ見て、この黒板に書いてあったけども、相手のことを考えるっていうのは、私の母親もそれを、人の痛さを知る人間になるや、人の痛さを知る人間になるやってが、それをやかましい言ってくれました。